平山育夫シルクロード美術館は山梨県北杜市にある美術館である。美術館は日本画家で日本美術院理事などを務めた平山育夫が1993年に鎌倉市に設立したシルクロード研究所を母体として1999年に開館していた八ヶ岳シルクロードミュージアムを解消することで2004年4月に設立された。 平山育夫は1968年以降、シルクロードに関連する国々を訪れており、美術館には、シルクロードの旅をもとにして制作された、平山育夫の絵画が展示されているほか、中国、中央アジア、南アジア、西アジア、東南アジア、地中海地域など、シルクロードと関連のあった国々約37、各国の陶磁器、織物、イスラーム美術の彫刻、 ガンダーラ美術の仏像、硬貨などのシルクロードコレクション約9000点が展示されている。2010年には新館が設立され、規模が拡大されている。開館時間は午前10時から午後5時まで、休館時間は展示会期間及び登記。入館料は一般が1200円、高校生、大学生が800円、中学生以下が無料となっている。 JR 小海線の海小泉駅より徒歩すぐ JR 中央本線の小渕沢駅からはタクシーで約10分。ありがとうございます。